はい、初日2レース走られます埼玉の太田選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。オールスターの後ですね、レース4回走られて全て完全優勝という形になっていますけども、振り返っていただいてどうでしょうか。あ、一本一本負けたくないっていう気持ちで走って、あの出せている結果です。はい、今年でナショナルの方を引退されて、その競輪の方に専念するという形になりましたけども、何か生活や心境の変化っていうのはありましたでしょうか。はい、もう本当に大きな変化の中で生活をしていて、まずナショナルチームでこう管理されたトレーニングから外れて自分でトレーニングをして、スケジュールの管理なんかも今自分でやってますし、そうなるとこうやっぱりやってもらってたことのありがたみとかも実感しながら、まあ、ただこう自分で考えるっていうこと、考えながら組み立てていくっていうことの重要さだったり、それがこううまく選手としていい方につながっていくんじゃないかなっていう感覚もあったりだとか、あとはなんかこう新しいことにもいっぱいチャレンジする時間が増えていて、とても充実した日々を過ごしています。まあ、とても忙しいんじゃないかと思いますけども、実際自分でやってみてどうですか。そうですね、やっぱり競輪選手で強くあるっていうことが大事だし、それを崩さないようにトレーニングの時間は確保しつつ、やりたいこともいっぱいやるってなるとちょっと忙しすぎて、ちょっと今後考えていかなきゃいけないなと思いながらやってます。はい、今年はナショナルの活動もあって、例年通り、競輪祭を、取らないとグランプリには出られないっていう形になりますけども、この、中11日ほど空いてここに向けてですけども、どういうふうに準備されたでしょうか。まずはちょっとフレームを変えました。ここまでこう12連勝してたやつよりもそっちの方がいいと思って変更したっていうことと、あとはしっかりトレーニングの時間を優先してトレーニングができたこと、あと規則正しい生活も結構できたのであのコンディション的には整えられたかなと思ってます。途中新橋でのイベントもあったと思いますけども、すごく賑わってる様子がありましたけど、やっぱファンの方の実際の声っていうのはどうだったでしょうか。あ、なんか思ったよりもすごい賑わってたんですよ。すごくて、ただあの日もこう夜だったから、イベントちょっと参加できるかなと思って、午前中はトレーニングをしっかり詰め込んでから行けたし、そういった意味ではいい時間を過ごせたなと思います。でこの競輪祭は、昨年は決勝には上がるも、残念な結果に終わりましたけども、今回の目標を教えてください。はい、やっぱり優勝しかグランプリに出られる権利がないので優勝したいなっていうのがまず一番の目標ですただ来年からはこう賞金争いっていうものに加わって1年間走っていく、その中で G1 が取れればいいなっていう中でやっていくので、そこも踏まえていいレースができたらなと思います。で明日は、メンバー見てですけども、どういうふうに戦われますでしょうか。自力基本で自分のタイミングでレースしたいです。わかりました。はい、では、3走ですね、応援している方に向けてメッセージ意気込みをお願いします。はい、毎年なんですがここを取らないと今年はグランプリに出れません頑張って走りますので皆さんたくさん応援してください。よろしくお願いします。よく言うじゃん。